粗品です。現在12時半ですね。霜降りチューブ12時半入りで12時半撮影開始ですよね。もうだから、ちょっと来てなくて、せいやがまだ今日一発目の仕事なんですけど、これがちょっと遅刻じゃない可能性もある。ね、なんか事件に巻き込まれたとか、なんでしょう、忘れてるとか、ちょっと不安なので電話しますか、せいやさんに。どうしてんねやろ、ちょっと電話します。言いますよ。はい、何で電話しようか。あ、もしもし。もしもし。あ、お疲れっす。いやいや、お疲れっすじゃないかな。俺え、たかし、やかましわ。あれぐらい、いやいや、え、ナオトやろ。じゃあナオトやけど、なんやねんそれ。ちぇちぇ、そうしなよ。あー、どうしたどうしたんちゃう、何してんお前。え、12時半よ、もう。違うの、これは。え、ほんまにちょっと、あの、カメラちょっと見てもらっていい、ちょっと。あ、テレビ電話いけんの？ あかんのか。いやいや、大丈夫や。で、一回やっていい？ OK。 ちょっと見るわ。おお。え？ちょっと待ってな。どうしたん？これ、ちょ、俺別今、家で、めっちゃ買うのよ。うん、ほんまに。ならこう、余裕な、早く、そこの場に、ついてるはずや。はい、見て。あ、めっちゃ混んでるやんけ。めっちゃ混んでるやん。なんやねんそれ。混んでんな。じゃ、どこなん今。運転手さん、これどこですか。これは新宿のとこですね。新宿のとこ。え、何ぐらい。かつてこんな混んだことありました。やるやろ。いけ。ある、これは20分とんでもない、もう。いやいや、見てる。違う、今日池袋なんですけども、20分ぐらいですか、じゃあ今から。まだ分かる、20分ぐらいですかね。もうちょっと早く行けるって言ってくれるんですけどね、ずっと。いや、すいませんね、ちょっとちゃうやん、せいやさん、今日ね、はい、すごいな、どこからあの、オートバイで早く出てる状態で。いや、せいやさんね、あの、SM タクシーの？そう、俺今 SM タクシー乗ってる。違うよ。ちゃうやん。じゃあその、せいやさんの寝坊とか、はい、そういうことではなくてってことですか？あの、もう、あの、これ、見て。いや、見た。見たって。見たーって。あー。すごいのよ。いや、ちょっとその3時ぐらいに次、まだ打ち合わせみたいなんで、じゃあせいやさん、この前だったら今日6本しか撮れへんなみたいな話してたんですよ。はい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 。で、ちょっとこれ1本、ね、1本目なんですけど、これ今日の。はいはい、ネズミ先輩。え、何が？いや、6本しか撮れへんな言ってるんですよ。だからネズミ先輩の回撮ったら、そしなの。お前が撮れや。なんで俺が撮んねん、ギロッポン。冒険かい。お前が撮れや。ちょっとその、まあ、20分かかんのね。いや、これはちょっと、俺もちょっと被害者やから分からん、これはもうすまん。もう
全員でなんとかしようと。いやいやいや、ちょっと時雄さんも来てるんで、ほら、はい、あのです、ちょっとこれは本当未曾有の事態なんで、もうこんな道路が機能しないことないんですね、ほんまに。何分に乗ったんですか？はい、何分に乗りました、タクシー。タクシーですか？はい、12時。12時、ほんま？12時に乗りましたよ、ちゃんと。ちょっと桑子ちゃん、ちょっと書きません、桑子ちゃん呼んできてもらっていいですか？そのマネージャーがね、家の前に配車をしてくれてるんですよ。あ、桑子ちゃん、はい、あ、桑子ちゃんも来てます、柿沼さんも。おはようございます。渋滞じゃないからね。あ、キャコちゃん、え、桑子さん何時に配車した？11時45です。おい、11時45分に配車してて12時に乗ってるやん。いやでも、うん、池袋は30分で行けるって俺の、まあ、計算もあって、俺ほんまは11時45分に乗ってる。嘘つけよ。12時乗った言うたんやけ。いや、ボケたんや。違う違う、その時点でも遅刻してますやん、せいやさん。いや、遅刻っていうか、え、運転手さん、僕11時45分に乗りましたよね。12時5分ぐらい。おい、嘘ついてるやんけ。お前20分も待たすな、廃車の目なくし。お前ほんでかわいそうに。じゃあそんな違うね。なんやねん。じゃあそんなレベルの話じゃないから。どういうこと？これ本当に本当に片山さん、廃車の大丈夫ですか？20分も待たして。大丈夫ちゃうよ。じゃあもうみんな揃ってんねん、もう。いや、これもう俺も急いでんねんけど、もうタクシーの中でこうグワーってできるだけこう前に前に。いやいや、意味ないですよ。早つかんねん。もうちょっと急いでな。いや、もうこれは運転手さん本当に急いでくれてますね、これは。はい、もうこれは急いでます。もうみんなでちょっと一丸となって乗り越えよう。よろしく。あとげ。やがましいわ。じゃあ切りますね。これどうすんの今日。え、じゃあほんあと20分ぐらい。てか、なんで今日池袋なんですか？池袋っていうのもちょっとなんか、いや、まあ今日ちょっと会議室がどこも埋まってて、ちょっとバタバタしてるんですよ。いや、だからこれほんまにはめられた説あるよ。誰に？なんで初めての池袋で俺たまたまこんなとんでもない渋滞に巻き込まれたの？で、お前は巻き込まれてないよな。いや、俺もちょっと混んでたけど早めに来とんねん、やっぱり。わかります？いや、お前やったな。何が？これドッキリやろ。違う、全然違うよ。お前やったな。いえ、どういうドッキリ？はめられたわ、まんまと。やばっ、こいつ。やったな。顔すげえ。やば、怖い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 。お前、はめたな、こら。はめてないよ。やっとるやんけ。怖。なんで俺だけこんな混むって、お前。いやいや、それ道混んでしゃあないよ、それは。混んでる、お前。おい、こい。いやいや、じゃあお前が寝坊しただけやろ、今日。寝坊とかちゃうやんけ、お前。何よ、お前。何やねん、このキャラ。たまたま誘われて。え？イマルさんが俺と飲みに行くね、お前。あ、昨日イマルさんと飲んでた。遅くまでな。いやいや、誰がイマルさん、お前。仕掛け人で、お前、協力させねん、お前。じゃあ、せいやさん。何時に起きたん、今日。え、なんか言うてんな、マジで。怖い。怖い。ちょ、お前何時に起きてん、今日。今日？うん。11時45分。廃車の時間に起きた。すごいスケジュールやな。なんで起きたん？アラームで起きた。アラーム。いや、アラーム、もっと早めに設定せんと、それは。廃車の時間に設定しちゃあかんやん。いやいや、アラーム設定してんねん。1時半ぐらいから。もうでも、まあ、でもほんまにもう
これはでも、もう渋滞のせいや、もうえぐいから。分かった分かった、ちょっとじゃあ待ってるわ、じゃあ切るな。うん、もうこれもう理想の時代、ほんまこれもうやばい、もうシャレなん。何遍も見たそれ。高速やねこれ。高速ちょっとあの運転手さんの声だけ動画使ってもいいか聞いといてな。オッケーオッケー、じゃあ切りますね。運転手さんダメっすよね。だ、なんやダメっすよね。なんちゅう聞き方しとんねん。じゃあな。いやこれとんでもない。分かったよね。バイバイ、よろしく。何をやさあさあ、というわけで、まあ、明日には、揃うでしょう。そうでした。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。